お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイトロイホグデッキやっていきたいと思います。というわけでバランス調整後のね動画なんですけども、まあこの中には調整されたカードが2枚ね、雪玉とロイヤルホグが入ってて、どちらともね強化されたカードなので、まあ普通に強いデッキなんじゃないかなというわけでやっていくんですけど、まあロイホグはね攻撃力が強化ですね。で 6% かな、1体の豚の攻撃力が 6% 上がってるので、まあぶっちゃけ4体いるので全てがね 6% 上がってるってなったら、全体的にダメージがちょっと高くなったかなと。で今回本当に注目してほしいというか、この動画を通して言いたいのは、雪玉がめちゃくちゃ強いです。あのポイズンにね遅延効果がついて、マジでポイズンの方にこう注目がいくんですけど、間違いなく今回化けたのはポイズンではなく雪ですね。ノックバックが強くなったんですけど、もうノックバックしすぎ問題なんですよ。これ見たらわかるんですけど、もう前よりも異常にノックバックするので、真ん中ら辺に出した相手のユニットとかを雪玉でね、こう逆サイドに無理やり持っていったりだとか、あとはゴブリンバレルを雪玉で完封できるようになりましたね。もうこれでね、ウッド使う理由もあんまないですね。相手陣地のプリンセス処理だとか、まあ防衛が優秀っていうのはまあありますけど、もう雪玉爆発強くなったので、全員、端前のプリンセスとかも雪玉でね、自陣に持っていって処理できるようになりましたので、マジでね、雪バカ優秀です。とりあえずやっていきます。よろしく。なのでちょっと雪玉に今ねバカハマってます。あのだからデッキ雪玉ないともうなんか使いたくないねっていう、とりあえず全てのウッドでもタルババでも今までのスペルの枠をとりあえず雪玉にして使いたいねっていうぐらい、もう雪信者ですね。雪信者です。じゃあこの動画を見た皆様ね、雪信者になってください。これ基本的にマスケとかエリキとかこの辺によく出ると思うんですけど、雪玉でも逆サイドに無理やり持っていっちゃいます、強すぎてね。さあとりあえずまあ、ユニットでね、ちょっとイモリながら。で、ジャイプリかな、ジャイプリ縦戦とかもなんかいたんですよね。そう、縦の戦士も結構強いらしいです。で、今回の評価が高いのが、まあ、雪玉と縦の戦士、この2強かなっていう、そんなイメージがあります。はい。さあ、LSP、迫撃かな。やべえ。やべえ。しゃべれ。ロイでしたね。いや、ロイかい。もうゴリゴリのロイですね。で、これダークプリサイト後なので、ちょっとロイグ行こうかな。ダークプリサイト後のこのブタちゃんは、地味厄介ではないでしょうか。まあ、メカゴ相手陣地まで行っちゃうと、よくね。待って、マジで喋れん。咳が、おわ。さあ、ここはエレキでね、メカゴを処理しつつの檻ですね。ヤゴントリトン美味しいな。たまたまこっちに。え、来てくんないの？ちょっと待って、来てほしかったね、今。まあ、言うので走らせつつ、相手のトリトンはコストないってことなんで、これは結構入りますね。OKOKOK。で、まあ、今回相手がライとかファイボかでも結構変わってくるんですけど、ファイボだとややめんどいっすね。まあ、ライトだと、逆にね、施設突破されやすいとかありますけど、まあまあ、豚が刺さるよねっていう。これ、10コストまったら豚行きたいな。だからちょうどダークプリンスがないタイミングだと、基本的に豚がやっぱ刺さるっすよね。で、雪玉は、なんかいい感じのタイミングでね、飛ばせるといいんですけど、さあ、ファイボでしたね。もうしつこいね、咳。もう咳でイライラするねんな、ほんとに。さあ、で、端前トリトンって射抜かれるっていうか、引っこ抜かれるのは、まあ、しょうがないっすね、これはぶっちゃけ。ぶっちゃけしょうがなくて、イモって、さあ、低めドンですね。で、マジザネクくんは、どうにか処理したいね。どうにか処理してほしいな。まあ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 。さあ、守れてはいる。で、右サイド行きたいな。あ、相手は警戒してますね。で、エレキが結構防衛優秀なので、このエレキいないサイクルでロイ出される、これがちょっと嫌ですね、僕は。さあ、でも、降りで一回止めながらの、しっかり踏んでいこう。これ踏むの大事ですからね。踏んで、自然とこのカウンターがね、なるので、であと、メガゴがね、相手の強いんですけど、うちのメカゴもそこそこ強いぞ。で、ダークプリンス咲いたので、ここは豚飛ばします。で、ここで多分防衛ファイブだと思うんですけど、ユキはもう一回待とうかな。なんか、ファイブだけだと、あえて縛ってんの、なんか、一体逃げてたの。ファイブだけだと、やっぱちょっとね、豚が入るんですよ。だからそこで、ファイブウッドまで打たれないタイミングの時に、ちょっと相手が甘えたなって時に、雪玉まで打ってね、ダメージをね、ちょっとマシマシにさしたいんですけど、よいしょ。さあ、どうしようかな。普通にこのメガナイト、エレキメガゴの形でも強そうだな。
で、マザーネクがね、ぶっちゃけ突破できねえな。このマジアチュさ、端前に出して射抜きゃよかったな、俺。ミスったな。端前のダックプリン射抜く用のマジアチュにすればよかった。さあ、言うのが暴れる。で、右サイドはぶっちゃけどうでもいいんだね。この左サイドだけ僕ダメージね、痛いんだね。これロイド来ねえかな。いや、さすがに来ないな。相手も甘えてこないですね。さあ、で、まあ、ダックピリ咲いてるから、まあ、さすがにこれ行くっすね。行くんだけど、このエレキ、こっちもプレッシャー与えてあげてね。そう、両サイドプレッシャー与えて、ここで初登場、攻め雪玉とかして、よしよし、右側もプレッシャー与えてるんだけど、左のね、雪が結構いい感じに刺さって、オーケー。いや、結構なんかいいね。雪玉最後、最後しかほぼ打ってないんですけど、ちょっとね、他のもっとね、雪大活躍シーンを見せたいな。いや、マジで、すごいっすよ、雪玉。お前、そんなノックバックすんかっていうぐらい、ノックバックします。あと、ゴブリンバレル引いてもいいな。完封できるの美味しいよね。さあ、どうしようかな。雪玉な。いや、マジで。雪、やばいっす。雪しかない、頭の中に。さあ、やりゴブ、公開典型もちょっと増えてきた気がしますね。すごいっすね。本当にやりゴブリンとかもいなかったっすもんね。さあ、ナイトやりゴブ。まあ、ウォールブレイカーとか迫撃も全然ありますね。おー、そうっすね。高回転系の迫撃スキラーとかかな。さあ、これ踏んじゃっていいんじゃない。ハンターも咲いたら相手大事な火力くんがいないですから。で、ユードも合流して、いや、熱い。いや、でも今のハンターでメガゴこんだけ持ってかれるの痛えな。で、ヤリゴブ系が、お、ボム、ボムちゃん、え、待って、ボム咲いたよ、この人。さあ、ってことは、いや、めっちゃいいヤリゴブの位置でも金ケドできないんだよな、それ。やっつ。さあさあ、豚が入るまで雪、いや、今の豚のさ、ノックバックしすぎなんだよな、本当に。さあ、でもここは、エリアドすげえ取ってるんでね。いや、なんならやっちゃう？なんなら？よいしょ！いや、めっちゃ戻る、めっちゃ戻る、めっちゃ戻る。いや、雪、えぐいっすよ、これ。本当に。なんなら落ちちゃったな。さあ、今回の相手は、迫撃スキラーじゃないのかな。ナイト、いや、迫撃じゃねえな。ボムでしたね。ボムタワースキラとか。やばい、これ。下に行ったらやばい。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今、エレキと出すのミスったな。言うの出しちゃった。やばい、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 やばい。さあ、ボムタワースキラフリーズっていう、やばい。一撃性半端ない。ちょっと待って。勇気ね、あんなことしちゃったから、勇気なかったから。しかも今回相手ボムだから、俺普通にね、ちょっと面倒っちいかもしれないか。今、これ言うのがいて意外とボム置きにくいんじゃないか。走れ。いやー、攻め受け打ちてえけど、一回我慢しようか。いや、これさ、フリーズなんすよ。490をさ、本気で耐えるっていうプランどうすか？本気で耐えるプラン言っていいですか、僕。マジで本気で耐えます。490。さあ、エリキとマジックアーチャーで、いや、耐えれるもんなんすよね、これが、意外と。さあ、フリーズパッキン。さあ、このマジックアーチャーは、フリーズ？ふっ！え？いいよ、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 あと30秒。あと30秒、これはもう一回耐えます。耐えれるかな、耐えれるか。ユニットがもう全部縦に一列になってね。そう、相手に綺麗に処理されちゃうんですけど。いや、もう、早めにこう縦とかして。そうそうそう、来るぞ、来るぞ。そうそうそう。いや、マジで頼む、マジで頼む。いや、最悪、落ちてもいいんだけど。OK、いや、エレキとマジアチ両方残ってたら絶対これ突破されねえだろ。やばい、ユキのノックバックがえぐい。いや、対戦相手もやっぱ雪玉なんですけど、めっちゃ飛ぶね。すげえ、場外飛ばされちゃうから、それでね、ダメージ入るとかもありそうだな。いや、雪がもういいの。なんか、嬉しくなっちゃう。ちなみにね、このロイフグ、お、待って、ケンツやん。このメガナイトロイフグも、めっちゃ昔にね、僕がすげえ使ってたデッキなんですよ。え、ちょっと待って、ケンツやん、本物だよな。五分爪しか海賊団だもんな。何使ってんやろ、タルババ。さあ、というわけで、まあ、雪玉なんでね、バルーン系とかもね、そう、流行りそうだなと思ってんすよ、バルーン雪玉。アイゴレ？いや、バルーンじゃない、これ、絶対。バルーンだよな、どっからどう見ても。いや、違うのか。いや、ランバーバルーンとか。いや、マジで、そう、雪玉が強いの。雪玉が強いってことが言いたいんじゃないのかな、ケンツも。そんなデッキな気がしてる。いや、どうしようかな、これ。一回後ろから行くか。ランバーバルーンかな。ランバーで、あ、ラム。あ、ケンツがさ、めっちゃ気に入ってる
あれじゃない、インドポイズンラブじゃない、めっちゃ昔の。いや絶対それだな。いやーこれエレキあるんだよな、まあ、一応タルがあるんだけど、メガネと君なら戻ってこれるんじゃないのか。うん、さあここは陸行きがちょっときついところ、言うのでね、追いたき追いたきで、コウモリが、まあ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 一旦ステイでいこうか。あ、ラムジンギだな。いや好きだな、もうこのデッキのイメージしかないっすね。さあポイズンが入ってますね。まあポイズンに遅延効果がついたので多分使ってるんでしょうねまあでも牢獄からしたらポイズン全然関係ないっていうね。こいつら早いんでね、遅延かかろうがかからまいがあんま関係ないっていう。さあで雪もあるから、インドラリセットコウモリにも強い。いや結構いいぞこれ、激アツじゃない。まあマジアチャ、マジアチャは言うてポイズンだもんな。いいね、マジアチャにポイズン足してみたいな。タルババ使われるのが俺からしたらね、面倒かな。マジアチャはタルババで処理でみたいな。いやこれだからさ、あんま使わない方がいいのかもしれないエレキ。いや飛びすぎー今見た、バカ飛んでる、飛びすぎだろね、びっくり、あれはびっくりよ、もうみんなびっくり。さすがにそれは飛びすぎじゃないっていう。さあ雪、いや飛びすぎだろ。いやマジで雪玉さ、すべてのユニット飛びすぎなんだよな。ね、僕はケンツがブタちゃんがいないとき、ブタちゃんじゃねえわ、ランバですね、ランバがいないときにブタを飛ばすのがもうそれだけでいいですね。逆にランバーいるとランバーでね回収されてカウンターされるんで、ランバーいないときにね、もうロイホグを飛ばすのが、まあ言っちゃえば勝ち確みたいなね、勝ち確とまでいかないですけど、まあ、いい流れってやつですかね。さあよいしょ、ケンツもね後ろからじわ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 タイプです、ゆっくりタイプですね。さあマジアチャで抜かしていただくぜ。マジアチャで俺いるいて妹とけばいいからな意外とラムの防衛これ結構優秀だから。いやなんか来たな、よっから。さあこれ言ってもいいんじゃないか、もうね飛ばしてくなっちゃった。で弾けろ場外へっていうね、この雪よ、もうお互い雪でノックバックしまくってわかんねえんすけど。さあでマジアチャから行って、マジアチャにポイズン使ったら、まあ、うちのねエレキが優秀だよねっていう。さあポイズンも打ってんのか。でエレキ残してるのは熱いですね。まあ、低めインドを出したいと思うんですけど、カイゴレからのランバーとかかな。よいしょ、なのでブタちゃんでいきます。いやでもいい防衛だ。でコウモリで、そうそうそう、いやこのカウンターとかをね僕は気をつけんといけんですね。でエレキもいるからそれが強いよな俺。これよいしょ、危ねえ。さあメガナイトも入ってる。いやこれはこれは来たんじゃないか。いやいいポイズンさあ豚が遅延かかるが、いやそれ完封されるんだな、ちょっとだけ痛いね。まあでもさすがによいしょ。いやこれあんま高めで踏みとねえな、ちょっと怖え。やばいやばいよ、やばいが、さすがにさすがに相性がいい、さすがに相性がいい、さすがに相性が良くて、さあマジアチャでねとりあえずなんか射抜いてくれっていう祈りのマジアチャで。いやーこれは来たな、よし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 、オリエレキね、さすがに雪もあるんでもうラムだけは許さねえぞっていうデッキなんでね、オッケーいいよ。いやなんかいいっすね、こう今までなかったデッキがさめっちゃ見えるじゃないですか。スケラフリーズとかなんか小物系が入ったデッキだとかね、それこそ今のケンツのデッキだとか、今までねもうなんか環境マザネクがいたりとかね、大型ばっかりいてとかで、もうマジでねいなかったデッキはねこうみんな使ってるからね、なんかいいっすね、新鮮、楽しい楽しい、マジでもうメガナイト使えてることが俺はもうね幸せ。雪玉なのもね最高、神っすね。ロイホグ好きだし、いやマジでえちょっと何これ、神すぎん、わかんないです。もう1週間ぐらいして、いやふざけんなよ、早くバランス調整来いよとか言ってるかも知らないですけどね、知らないですけど、今んとこはね神だな。さあで雪もあるからな、雪でさめっちゃノックバックしそうだけどな、ちょっと待って、いやこれバルーン一発許容の、いや雪玉を打たないスタイル新しいなぜか打たない、打てばいいんだけどな俺も、なんで打たねえんだろう。さあ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 、相手もいい感じの許容でね、しかもボンバー3がこの多分インドララバルで、もう前の環境のやつだと思いますね。
でインドがいるんで、まあ、インドさえ咲いたらもうメガナイトもそうではある。そう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 、いやいいよ、マジカチよく頑張った。で今ボンバー咲いたな。これケツラバとか来ねえかな。これメガゴまで行ってよくない、サンガゴをボコボコにしてほしいっていう。いやどう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 、めっちゃよくない。でも次ラバル組まれて、まあぶつけ守れないので、まあ守れないなら守らないが正解なんです。ここでもし右側っていうか、もしっていうか守れないんで一時交換します。で一時おられた時に相手のターンは1400とフルなんで俺の方が有利だよねっていう話。ここで無理に守ってキングまで持っていかれるのが一番良くない世界戦って感じなので、ここでしっかり延命してあげて、延命してあげて、延命してあげてね。もう結局エレキが残るだけで結構防衛変わるからな。まあ最悪ここで行かれても保険のこのマジックアーチャーいるんで、でボンバーだけ一応警戒しつつ、よしよしよし、いやいいね、いいんじゃない。しかも雪玉だからね、俺俺もうなんかメガゴ、メガナイトメガゴのインドに雪玉バシャーンでさ、勝った説ないかな。いやーこれねえな、あの絶対ラバフタ来んな。まあでも俺にはなんとエレキもいるぜ。でなんかスケとかもね、この辺に絶対来るぞ、絶対来るぞ。うっにょっ、全然いや全然読みが当たらんけど、ここでラバ溶かせたからまあいいやみたいな。でここで読みがないと、あつ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 、一応ヤナメとか全てスペルカー使わしたので、もう一周後ろからね、いけた。あの辺はね、メガメガメガじゃねえ、それ俺メガドラゴン、いや違う、新キャラ作っちゃった、インドラですねインドラ、インドラの名前そんな出ねえか。さあこれでもね熱いぞ、逆サイ豚もしつつ、で一応ボンバーとかもちょっと警戒しながら、いいね、ここメガゴが頑張ってくれれば、サンガゴ、いやいいよ、ユーノも頑張る。でサンガゴ系来たらエレキでね踏もうかなとか思ったんですけど、いや対空めっちゃ多いねこれ。今までというかここ最近のね環境で流行ってたラバルデッキなんですけど、やっぱ環境で流行っててもね、新環境になった瞬間もうこれっすよ、ボコボコっすよね。いやこれさ、インド咲いたらさ君どうすんのって話なんですよ。このメガナイトインド咲いたらどうすんのって話なんですよ。よいしょ、いやいいね、いやマジで全てがもううまくいき、うまくいくというか、おいナイス、待ってね、メガゴも雪も何でもあったんで絶対守れるんでね。やっぱ環境変わるっすね、ね、めっちゃ活躍してたデッキも環境変わるだけでもう雑魚デッキになっちゃいますから、いやいいね、最高だ。さあよろしくお願いいたします。君相手どんな懐かしいデッキを見せてくれるんだい。いや楽しみっすね、一戦一戦が。ユーノ、ユーノ強えな、そろそろ下方来てもいいぞ、3ヶ月後にね、強すぎる。さあユーノってことは、まあ、ペッカとかかな、ペッ、おーいて、ザップ今縛ったな、見たぞ俺は、まあ、ザップ縛ったからロイフグ行ってあげよう。うわー、目が泣いてきちゃった。さあ折り出して、このねエレキが最強なの、エレキが、エレキよエレキ。しかもここの折りの位置はね、メガナイトがね飛ばないんですよ。あのゴボリの置く位置とかでメガナイトがね意外とね、あの折り壊した後に飛んじゃうとか、飛んでねその後の、ゴブ折りから出てきたリベンジゴブリンをね早く壊すとかがあるんですけど、今みたいに逆サイドの1マス上ですねとかに出すと、まあ飛ばずにね対応できるので、結構なんて言うんだろう、カウンターにつなげやすいというか、意外とそういうところもあります。さあホグメガナイトインドホグシちゃんですね。あこれもうユーノとかつけちゃえばさ、なんかいい感じになんない。いやコウモリか、地味やだろ。いやメガナイトか、いやいい受けだな。ここでユキ、ユキを打てれば神だったんですけど、さあメガナイトホグのファイズアップとかかななんかインド、インドコウモリギャン、ギャングとかありそう。いやユーノだからねえのかな。なんかねめっちゃ昔のデッキこんな感じのデッキあったっすよね。よいしょ、ういいらなかった。あーですね、いやすげえフリー、あーいいタイミングのホグだ。これ地味にね左側のギャングが痛かったりするんですけど、まあ右も左も受けてるんで、そうそうそう、今のザップは美味しい。結局ホグ3発なんでメガゴ単品は。いや痛いね、でもなんかインド、なんだろうな、なんかダメージ負けてんな。さあユーノもいたね、メガナイトホグユーノっていう。さあまあホグの確実性っすね、あの1発2発で。僕はそれに対してロイホグだから
で、ログにはメガナイトもあるし、ファイブもあるし、みたいな。どう飛ばしていくのか、ね、どうダメージ稼ぐのが正解かっていう。まあ、一旦待たんといけんよな。ワイは。いや、これインド咲いてるタイミングだな。ちょっとあっちいな。あとはマザネクでどう世界を変えられるかっていうのも大事な気がする。まあ、これファイブ来てもいい、別に。よしよしよし。で、これで踏んだ時に結構いい形ができるんだよね。いや、結構いい形ができるんだよ。で、ここでファイブとかを使いたい相手に対してメガナイトで踏みたいのか。よいしょ。いや、この後普通にファイブで終わるのかな。いや、熱い。ファイブ打たない。ここの雪で稼ぎたい。いや、結構入るぞ。いや、結構入るぞ。いや、結構入ったな。いや、入りすぎだろ。いや、でかい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 。入りすぎに越したことはないね。で、ホグは、ここで一応完封できる。で、一応今、メガナイトいる。いや、ザップなんか打たれんのかな。いやー、まあまあまあ。ちょっとあれ。居抜きたい。いや、居抜けない。俺のマジオちゃんのエイムセンスのなさ。いや、バカ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 。暇なので雪玉削り。雪残しとった方がよかったかな。まあ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 。さあ、踏んで、これ一発入るな。一発入るな。いや、エリキ間に合わんな。いや、これ絶対ってメガナイトで踏みたいんですけど、まあ、ここ、いや、これファイボスね。いや、分かってんないで。いや、これはいいマジアチじゃないのか。いや、マジでいいマジアチすぎる。ちょっと待って待って。いや、これもうシャシャリ目の雪。シャシャリ目の雪。いや、待って、雪回る。ちょ、雪回って、俺。ちょ、雪回れ。雪回れ。雪回れ。どー勝てなかったー、シャシャリ目の雪。いやー、雪。いやー、なんかなれば勝てそうでしたね。まあでも、こういう懐かしいデッキがね、やっぱ増えてくれるのは本当にね、ちょっと楽しいですね。はい、というわけで、まあ、メガナイトロイフね、もう僕がめちゃくちゃ好きなデッキなんですよ。しかも雪が今結構強いので、ちょっと皆さんもぜひね、このメガナイトロイフ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。